いやなんか結構ずっと顔がこわばってたなと思って大丈夫かな、ね、ああちょっとやばいダラダラ喋ってると思って途中切りましたけど。ヨースタープレゼンツクリエイティブトレイン、皆さんクリエイティブトレインへようこそ。11月ナビゲーターの明石だにゃ。この番組は様々なジャンルで活躍中のクリエイターが登場するインストールをテーマにしたインタビュー番組だにゃ。みなさん、今回は注目のあの人が登場するにゃ。まずは自己紹介からお願いしますにゃ。テレビドラマディレクターで、映画監督の土井信弘です。まあ、子供の頃からやっぱり映画やドラマがすごく好き で学生時代は演劇をやってたんですけど、まあ、それが社会に出るときにやっぱり何か発信する側の仕事をしたいなと思って、でテレビ局を受けたら、まあ、この TBS に拾ってもらって、で今に至るという感じですね。もう25年ぐらい前になりますけど、まだ本当にテレビドラマの演出という仕事を、まあ、ディレクターとして始めて、割とまだ駆け出しぐらいの時に愛していると言ってくれというドラマに関わらせてもらって、でその時に、まあ、とてもたくさんの人に見ていただいて、主題歌も含めて大ヒットしたドラマなんですけど、やっぱりなんかこう物を作っていくことの楽しさだけではなくて、やっぱりすごい責任というか覚悟っていうものを非常にドラマを通じて、教えられたというか、やっぱりどんどんやっていくと、やっぱりいろんな人の作り手のいろんな人の中でいろんな思いっていうのが育ってきて、それは俳優さんだったり脚本を書いてる北川恵理子さんであったり、まあプロデューサーであったりで、実際現場でそれを進めていく僕であったり、やっぱりいろんな人の思いを一つにこうまとめなきゃいけない、しかも連続ドラマだからそんなに時間がふんだんにあるわけではない中でっていう、なんか責任と覚悟みたいなものを本当に教わった気がします。これは当時のプロデューサーから言われたことですけれども、やっぱり僕たちはテレビドラマという一つの商品を作っているのであるから、もちろん僕のこだわりとかいろんな作り手のこだわりというのは大事なんだけども、ちゃんとやっぱり放送日にちゃんと放送できるものを間違いなく出すっていうことがやっぱり一番大きなことなんだっていうことをその時に言われて、それはずっと心に残ってますね。放送に黒みを出さないっていうか、それがやっぱり僕たちの責任というか、それはいつも、時々思い出しながら今でもやってます。ある意味ものすごいやっぱ刺激になってると思います。でこれからの20代とか30代ぐらいの、本当にこれから中心になっていく、やってるクリエイターの人たちとかプロデューサーたちは、そういうことを無視できないというか、やっぱり作ってるものが今までは割と狭い視聴率っていう一つの指標の中でやってましたけど、本当にこれからはどん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 広い、もうちょっと本当に世界に目が向けてというか、やっぱり完全に意識が変わったと思いますし、やっぱりそういうふうにして次の世代の人たちがものをどんどん作っていってくれれば、まあ、僕もできればギリギリそれに乗っかって新しいものをなんかできればなと思いますけど、僕がドラマの仕事を始めた、まあ、ディレクターとしてこの仕事を始めたのは90年代の前半からなんですけど、まあ、当時はほとんどオリジナルのドラマだったんですね、連続ドラマは。でそこに例えば野島伸司さんだったり北川恵理子さんだったり岡田義和さんだったり、本当にたくさんの個性的なシナリオライターの方たちがいて、僕はその中でこのキャリアを始められたっていうのが僕の中ではすごく大きいことなんですけれども、まあ、最近
原作ものというか小説や漫画原作のものがとても増えてきて、で今やっぱりカルテットというのはその中で久しぶりにあの脚本の坂本裕二さんでオリジナルのドラマをやろうという、僕自身がそのオリジナルのドラマをやるのがとても久しぶりのこと でやっぱりやりながらその毎回脚本ができていくその面白さ、それをあの素晴らしい俳優さんたちに演じていただいた時のこうワクワクする気持ちみたいなものを久しぶりに思い出すことができた。で見てる人たちも、うん、なんていうのかな、一緒に考えるというか、でそういう楽しさみたいなことが久しぶりに再認識できたドラマかなと思ってますね。だから僕の中でもすごくあのカルテットというドラマをやったっていうのはすごく大きな経験になったと思います。いろいろと分かってきたにゃ。それではクリエイターとしていつも何をインストールしているのか教えてほしいにゃ。好奇心ですかね。毎回やっぱり好奇心をインストールしていくというか、僕たちの仕事ってまあ連続ドラマな、毎回3ヶ月4ヶ月で1個の区切りっていうのがあって、で毎回その度にこうリセットして、でまた次 の作品にっていうことになる。で1回1回リセットしていく中 で次の作品に対するやっぱ好奇心とかっていうのを毎回毎回自分の中でこうちゃんと新しくしていくっていうことがすごく大事なことかなと思ってます。罪の声というのは元新聞記者をやっていらした塩田さんという原作者の方が書かれた、まあ、原作があるものなんですけれども、35年前に起きた大きな事件をベースにした、まあ、重厚なミステリーなんですよね。でそれをやっぱり今の観客の人にどう届けるか、例えば昭和であったりその事件そのものを、まあ、知らない若い世代の人たちにどう作品として届けるか、ある種のエンターテインメント性を どういうふうに見せるかっていうことがすごく大きな課題だなと思っていたので、そういう意味でやっぱりそこで脚本の野木さんに入っていただいて、でまた主演がその小栗さん星野さんっていう、まあ、2人にやっていただくことで、うん、例えばそのなんかただ事件の真相を追っていくだけのミステリーではない、なんか本当に今を生きている人たちの人間のドラマ、そこからなんかたくさんの人たちのドラマがもうこう重層的に浮かび上がってくるっていう、なんかそういうなんかちゃんとエンターテインメント性を持った作品になったんじゃないかなと思ってます。もちろん多くの世代の人に幅広く見ていただかなければいけない作品だと思うので、ある程度分かりやすくしなければいけないなとは思ってましたけれども、全部噛み砕いて分かりやすくするのではなくて、ちゃんと見てる人たちがそこからなんかいろんなことを想像してもらえるというか、やっぱり自分で最後のところを噛み砕いて見てもらえる、なんかそういうなんか一緒にこう物語を考えていくっていう、やっぱそういう面白さっていうものをなくさないようにしたいなというふうには思って作りました。そうですね、やっぱり長くこの仕事をやってきて、それで今やっぱりメディアの多様化っていうこともあって、表現できることの幅っていうのもすごく広がってきてると思うので、やっぱりちょっと社会とつながったもの、例えば恋愛ものであってもコメディであっても、やっぱりその後ろにちゃんとなんか社会っていうもの、今僕たちが何か抱えている世間の気分というか、やっぱりそういうものをなんかちゃんと描くものをやりたいなというふうに思ってます。あとそうですね、なんかあまり大きな声を出せない人というか、本当に社会の中で、まあ、今こうちょっと同調圧力みたいな、なんかみんながこうやっぱり何かこう
同じ考えを持っていない人が排除されるというようなところがありますけれども、何かやっぱりそこの、追いやられた人というか、なんかそういう人たちの声をちゃんと拾い上げるというか、それがやっぱりメディアの責任でもあるかなと思ってますので、うん、そうですね、長くやってきましたけど、今改めてそういうことをやれたらなというふうに思ってます。興味深いお話がたくさん聞けたにゃ。勉強になるにゃ。クリエイティブトレイン、お楽しみいただけたかにゃ。さて次回のゲストはイラストレーターの岸田メルさんだにゃ。来週もお楽しみに。この番組はヨースターの提供でお送りしました。この動画が面白かったらぜひ高評価とチャンネル登録をするにゃ。そして公式ツイッターのフォローもしてにゃ。